こんにちは。タブーされている性の知識を大人に広める協会理事長の夏山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。僕の簡単なプロフィールはこのようになっております。前回は処女膜について解説したんですけど、今回は性体験のない女性とどのようにしてスムーズに性行為を行うのか、これについて解説していきます。男性の方は特に今後性体験のない女性と性行為をするっていう可能性はあるかと思いますので、ぜひ動画を最後までご視聴ください。で、今回いただいたご質問はこちらです。彼女が初めてで挿入が怖いと言っているのですが、どのような点に気をつけるべきでしょうか、とのことなのですが、ご質問いただきありがとうございます。匿名の質問箱は概要欄に貼っておりますので、どんどんご質問いただければなと思います。はい、ということで早速答えていきたいんですけど、まずはじめに男性の方にぜひ想像していただきたいものがありまして、それは何かというと、自分のお尻の中に男性器と同じぐらいの太さですね、太さ大きさの棒を入れるとどうなるか、これをぜひ想像してみてください。で、これ冗談でも何でもなくて本当に大切な考え方で、自分のお尻の中に男性器と同じぐらいの大きさの棒を入れると、おそらく怖いなとか、ゆっくりしないと痛そうだなとか、そんな大きいの入るのとか、そういうことを想像すると思うんですね。要するに女性も同じ気持ちになるっていうことです。自分の体内にそのくらい太くて大きい棒が入ってくるっていうことになりますので、不安だなとか痛そうだなとか、ゆっくりしてほしいなとか、そういう気持ちになるんですね。なので男性の皆さんはどうしたら自分だったら安心して挿入することができるか、それをぜひ考えてみてください。で、今から具体的な方法について解説していくんですけど、今回あえて処女の方の挿入の手順、つまりは性体験がない女性に対してどのように接するかっていうタイトルにしているんですけど、基本的には処女の方であろうと経験がある方だろうとすることは一緒です。これは以前に出した処女の彼女を開発する方法という動画でも話しているんですけど、処女の方だから丁寧にするとか、経験がある方だからちょっと雑にしていいとか、そういうことは全くないんですね。で、強いて言うなら、初めての方は周りから初めての性行為は痛いっていうことを必要以上に植え付けられているので、それが緊張とかストレスになって、愛液が分泌されにくくなったり、膣が広がりにくくなって、それが原因で痛みがよりたくさん感じやすくなるんですね。それから前回の処女膜についての動画でも話したんですけど、処女膜がまだあることによる痛みも、これも当然あります。なのでたっぷりゆっくり時間をかけて丁寧に進めていくっていうことはもちろん大切なことになります。はい、でぜひ全体を通して考えていただきたいポイントっていうものがありまして、それは何かというと、心身ともに相手をリラックスさせるっていうことですね。もうこれが全てと言っても過言ではありません。要は安心させるっていうことです。リラックスして安心ができていないから、愛液は分泌されにくいですし、膣が広がりにくくなって痛みを伴いやすくなってるんですね。なので常に心身ともに相手をリラックスさせるっていうこと、これをぜひ意識してやってみてください。はい、でリラックスさせる具体的な方法について話していきます。で、これは性行為の前と、前戯中と、それから挿入直前ですね、これに分けて話していきます。で、まず性行為前ですね、これは何をすればいいかというと、部屋を適温にする、笑わせる、湯船に浸かる、こまめに水分を取ってもらう、リラックスできる BGM をかける、部屋を暗くする、このあたりが大切になってきます。一つずつ説明しようかなと思うんですけど、まず部屋を適温にするっていうことなんですけど、体が冷えてしまうと血管が収縮してしまって血の巡りが悪くなるんですね。なので常に適温にするっていうことはすごく大切なことで、一応目安としては、その男性がちょっと暑いなってっていう風に感じるぐらいの室温がいいんじゃないかなと思います。ただ人によって適切な温度っていうのは変わってきますので、相手の女性に今の室温は快適かどうか、それをこまめに確認してみてください。部屋に入った時とか、シャワー上がった後とか、それから性行為中とかですね、そういった時にこまめに室温を聞いてあげるといいと思います。それから笑わせるっていうことなんですけど、
笑わせることでやっぱりリラックスってすごいできるんですね。で、笑わせるのがそんなに得意じゃないよっていう方は、おすすめがそのラブホテルとかってお笑いの DVD がだいたい無料で見れますので、それをその性行為の直前に見るっていうのでも少し変わってくるかなと思います。それから湯船に浸かるっていうことですね。湯船は熱々ではなくて、リラックスできる程度の少しぬるめの温度に設定してみてください。で、浸かりすぎは厳禁です。それからこまめに水分を補充するっていうことについてなんですけど、水分不足ですと血流が悪くなって愛液が分泌されにくくなりますので、水分をこまめに取ってもらうっていうことは意識してください。ただその際に注意していただきたいのが、水分を取りすぎてしまうと今度は性行為中に尿意を催したりしますので、水分を取りすぎるのは注意です。それから性行為前にトイレは大丈夫かどうかっていうのを聞いてあげると親切です。それから BGM をかけるっていうことについてなんですけど、人が最もリラックスできる BGM っていうのはヒーリング系の曲って言われてるんですね。でラブホテルとかでしたら有線がありますので、有線の C の19から21がだいたいヒーリング系の音楽になっていますので、それをかけてあげるといいと思います。ただ音楽があったら集中できないとか、ちょっと不快に感じるとか、そういう女性もいらっしゃいますので、 BGM をかけてみてこの音楽大丈夫かどうかっていうのを女性に確認してあげるといいと思います。でちなみに僕は有線がない場所もありますので、もう携帯にヒーリング系の音楽をダウンロードして、それで流したりしています。それから最後、部屋を暗くするっていうことですね。単純に初めての方は特に恥ずかしいんで、で明るかったら見えてはいけないものとかやっぱ見えちゃうっていうことがあると思うんですね。女性はムダ毛が見られたくないとか、女性器をまじまじと見られるのは嫌だとか、そういう方多いと思いますので、そこは配慮して部屋を暗くしてみてください。それから事前にぜひ準備していただきたいものがあって、それは何かというと、まず潤滑ゼリーですね。それからフィンドムです。これは指用のゴムって言われているものです。そして最後に潤滑ゼリーがついたコンドームです。潤滑ゼリー、フィンドム、潤滑ゼリー付きのコンドーム、これらはぜひ準備してみてください。で、別にこれらは必ずしも使用する必要はありません。どちらかというと心のお供に使ってみてほしいんですね。で、まず潤滑ゼリーなんですけど、やっぱり性経験が初めての方って緊張していますので、愛液が分泌されにくいんですね。なのでその愛液が分泌されなかった時のために、この潤滑ゼリーがあったら男性も女性も安心すると思います。でそれからフィンドムですね、これどういうものかというと、で今つけたんですけど、こういう感じで指につけるタイプのゴムなんですね。で女性によってはいきなりもう男性器っていう大きいものを入れるのが怖いっていう方もいらっしゃいますので、まずは段階を踏んで指から入れてほしいっていう方もいらっしゃいます。でそういう方もその生身の指だとそれはまたちょっと不安っていう感じる方もいらっしゃるんですね。なのでこのフィンドムを使うことで清潔さを保つことができますし、それからフィンドムのこの表面に潤滑ゼリーがついているんですね。なので愛液がそこまで分泌されていないっていう時も安心して挿入することができます。それから最後、潤滑ゼリー付きのコンドームっていうことで、僕はこのゾーンっていうものをすごく推しています。はい、ということでこれらを心のお供としてぜひ用意しておいてください。でイメージで言いますと、僕学生の頃試験前になると緊張して必ずお腹を下していたんですね。でその時にもうセイロガンをずっと持っていました。でセイロガンを持っていると不思議とお腹が痛くならなかったんで、そんなイメージでこれら潤滑ゼリー等を使ってみてください。で使用する際は女性にこれらはどういうものかっていうのを簡単に説明できるようにはなっておいた方がいいと思います。この潤滑ゼリーで言えば、室内に使用しても大丈夫な潤滑剤であるっていうこととか、このフィンドムを使用することで清潔に指を膣の中に挿入することができるとか、そういう簡単な説明はできておいた方がいいと思います。そう、やっぱり女性も得体の知れないものを自分の体内に入れられるっていうのは嫌だと思うので。はい、それから前戯中に心身ともにリラックスしてもらう方法についてなんですけど、前戯中はやっぱ愛撫になりますので、まずは丁寧に愛撫をするっていうこと、これを第一に考えてみてください。丁寧に愛情を込めて愛撫することで
この人は絶対に無茶をしないだろうなっていうこと、これを思ってもらう必要があるんですね。愛部の時点から雑さがあれば、やっぱりそれは不安になります。それから前儀で相手を気持ちよくさせることができるっていうふうには思わない方がいいと思います。やっぱり初めての方なんで、まだご自身で自慰行為等で開発している方だったら性的に気持ちよいっていう感覚が最初から分かる方もいらっしゃるんですけど、ほとんどの方は気持ちいいかどうかよく分からないっていう反応を示すと思います。なので前儀の時は快感を相手に与えるというより、相手を安心させるっていう意味合いで優しく愛撫をするっていうのが大切になってきます。それから前儀をする時のポイントがありまして、それは何かというと、できるだけ体を密着させるっていうことです。体を密着させることで鎮痛作用のあるホルモンが分泌されます。具体的なホルモン名を言うと、エンドルフィンとかオキシトシン、これらが鎮痛作用があるホルモンっていうふうに言われてるんですね。で、これらは密着すればするほど分泌されるようになっています。で、この鎮痛作用のあるホルモンがどれだけ相手に作用しているかっていうのは、正直なところ僕もわからない部分ではあるんですけど、それでも体を密着させることで相手に安心感を与えることは可能ですので、ぜひこの密着っていうものを意識してやってみてください。たくさんハグをするとか、愛撫中は手をつなぐとか、体をひっつけるとか、自分の体温を相手に伝えるっていうイメージでぜひやってみてください。それから挿入直前ですね、挿入直前にどのように心身ともにリラックスしてもらうかですが、まずは声かけをしてみてください。例えばちょっとでも痛かったら言ってなとか、ゆっくりするねとか、それからもう1回で成功させるっていう必要は全くないので、もし無理そうならすぐやめるねとか、そういった声かけをして安心させてあげてください。で、いきなり指とかペニスを挿入するんじゃなくて、その前にぜひやっていただきたいのが、こう女性器があったら手のひらをこういう感じで覆って女性器を温めるっていうこと、これをぜひやってみてください。こういう感じで、1分2分とかですね、ずっと手のひらを女性器に当てて自分の体温を相手の女性器に伝えるっていうイメージですね。で、体温が伝わってきたなっていう風に感じたら、今度はこういう感じでマッサージをするかのように、揉んでみてほしいんですね。こういう感じでグーグーって揉んでみたりとか、あとはこういう感じで、ちょっとほぐすイメージですね。で、女性器周辺をマッサージしてみてください。で、これだけで性的な快感を得られるっていう女性もいらっしゃるんですけど、で、これはどちらかというとこういう感じで温めてマッサージをすることで愛液の分泌を促すっていう目的があります。膣周りの血流が良くなった方が愛液は分泌されますし、膣周りの筋肉が緩まった方が痛みも軽減されます。で、本当はマッサージ用のオイルを使って全身をマッサージしたりとか、腰とか股関節周りとか、それから膣周りですね、大陰唇のあたりとか、そのあたりとかもマッサージした方がよりいいんですけど、そうはいかないと思いますので、この簡単な手のひらで女性器をこうマッサージするっていうこと、これをぜひやってみてください。もしかしたら最初はやる必要ないかもしれないんですけど、うまく挿入ができなかった場合とかですね、そういう時にこのマッサージをぜひ取り入れてやってみてください。はい。で、このように女性器を温めてほぐすことができたら、今度は段階を踏んで挿入していきます。で、どういう段階かというと、僕のおすすめはまず人差し指を挿入してみて、その後中指を挿入してみて、で、その後に指を2本入れるか、もしくは男性器を挿入する、この手順です。ただこれは女性にどうしてほしいかを聞いてみてください。多分女性の中には指を入れるのがちょっと怖いから、もういきなり男性器で大丈夫っていう方もいらっしゃると思います。で、もし指からするならこのフィンドムを使用するのか、それとも素手でいいのか、で、もし素手でするんだったら、その前儀中とかに変なところ触ってないかを今一度確認してみて、ちゃんと自分の指が清潔かどうかですね。で、ちょっと衛生面に問題があるなって思ったら一旦中断して、手を洗いに行くとか、そういう配慮もしてみてください。はい。で、挿入するときなんですけど、もう僕は迷わずこの潤滑ゼリーを使った方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、というのも以前出した愛液の種類っていう動画でも話してるんですけど、愛液は膣の外と中
両方から分泌されるんですね。でこの外と中の両方からきちんと分泌されていないと痛みを伴うことがあります。で生体験がない方って中からもきちんと分泌されているかどうかっていうのはおそらく確認しづらいと思うんですね。なので迷わずこの潤滑ゼリーをたっぷりつけてそれから挿入するっていうのをおすすめします。でこの潤滑ゼリーをつける場所についてなんですけど、もうこれは本当たっぷり使っていただきたいので、まずはその挿入する、指なりペニスですね、そこにたっぷり塗るっていうのと、あとは膣の入り口の表面ですね、小陰唇とかあのあたりです。そう、実はそのあたりがきちんと塗れていないとそれによって痛みを伴うっていうことがあります。なので膣の表面にもしっかり潤滑ゼリーを塗ってみてください。はい、で挿入するときはゆっくりコミュニケーションを取りながらやってみてください。痛くないとかもうちょっといけそうとか、そういう感じですね。で僕はどこまで入っているかどうかとか、なんかそういうのを報告したりします。例えば今第一関節まで入ったよって、もうちょっといけそうとか、そういう感じで聞いています。決して焦ることなくゆっくりゆっくり進めていってみてください。それから挿入するときは安心感を与えるっていう意味でも、手をこう握ってあげるとか、そういうことをしてあげるとよりいいんじゃないかなと思います。このように段階を踏んでゆっくりゆっくり丁寧に進めていってみてください。で、最後まですることができたら頑張ったねっていうことで、講義も忘れずにやってみてください。はい、ということで今回のまとめです。まずは自分のお尻の中に男性器くらいの大きさの棒が入ることを想像する。全体を通してできるだけリラックスしてもらうことを心がける。便宜中は密着を意識して鎮痛作用のあるホルモンを分泌させる。膣周りをじっくりマッサージして筋肉を緩める。愛液が少なければ無理せず潤滑ゼリーを使用する。今回の動画は以上です。この動画が少しでも参考になったよという方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。